ははいそれでは今回は中上級スタンダードコース上級コースの魅力ですね、ここについて少しお話をさせていただきたいと思います、えっと、今回はここのところでは主に使っていくテキストとあと従来の学習の問題点を説明していきたいと思いますまず、ですね従来の学習の問題点というものを簡単に図にしてみました。 でこれに載っている通り従来の学習の大きな問題点としてはこれがあったってことなんですよねインプット教材とアウトプット教材が分離していたということですこういう的ありませんかねテキストを読むその後過去問を見る過去問見たらテキストに戻す往復活動ってやつですねこのテキストを読んで過去問を解く過去問を解いてテキストを読むというこの往復をするというふうなところで 従来はこの教材がこう分離してしまっていることが多かったんですねでもちろんですねこれは初めて学習される方には非常に意味のある行動なんですよね。 実際、伊藤塾の合格講座なんかでも当然テキストをやってその後過去問を見ていただいてですからからまたテキストを戻していただいてという,うな形で講義の展開これをしていますけれどもこの作業を一緒にやることこそがですねどういうふうなことがどういうふうに聞かれているのかだからどういうことを覚えたらいいのかということを確認するための最良の行動になるのでこれ自体はとってもいいことなんです。 ただ、ですね、インプット教材とアウトプット教材っていうのが分離しているとやっぱりこうやりづらい側面があったりとかもしくはもう1回やったことある方がですね、もう1回同じことをやるというのは非常に効率が悪いということになるわけです。ででもも、すすすればですね、次のところいきますけども 過去問とテキストのリンクというのをできない、まあ、ちょっと忘れてしまったりとかですねあとまあ過去問さえもうやっちゃえばいいんじゃないかと思ってしまったりとかあとはここですね情報の一元化というのがやっぱり難しい、まあ、1回やってこれもう1回やるのかという,ふうなところがあって情報の一元化をちょっとしなくなってしまうなんていうこともあるわけでありますね。 その観点からこの中上級で使っていく特に上級インプットですねこの上級コースに含まれている上級インプット講座ではテキスト部分とまとめ教材と問題集をあらかじめ全部一元化しましたそれはパンフレットの方にも載っているかなと思いますのでそちらを参照していただくといいんじゃないかというふうふに思いますけれどもテキストの掲載は基本的にこんな形になっています このバンフレットに載っている通りなんですがまずこの Q&A で早期できるような形にしておきでここがテキスト部分なんですね例えば今回だと一般不法行為の要件と留意点について説明してくださいといったような形で問題を設定していますでここがテキスト部分なんですがこのテキスト部分がどういうふうに聞かれているのかということがすぐに下にあります すぐ下にありますので別にテキストをやった後にに問題集に移る必要がないんですここを読んだらどういうふうな問題があるのかってことがすぐにわかる逆に言うとこの問題を解いたらここはどういうふうに覚えていけばいいのかってことがわかるといったように従来ですねテキストと過去問を往復しないといけないというこの作業を全部ショートカットしてこの一冊だけで大丈夫という形にしてます となってくると当然講義についてもテキスト部分の説明をした後に即問題問題やったらまたテキストインプットに戻すということも容易にすることができるのでこのクロスレファレンスっていう風な部分がとてもやりやすくなっているそういう講座でありそういうコースになっているということです。 なのでこのでこ上級コースを受講されている方でですね合格をしていった方はほとんど過去問集みたいなものはやっていないんですねいわゆる行政法とか民法とかですね過去10年分だ15年分だという過去問集を横にしてテキストをやってでまた過去問集を解ききってとかそういうふうなことは一切やらないです。 基本的にはもうこのテキストを1回ですねこのテキストをしっかり勉強していけばそのまま過去問をやったことにもなりますしあとは過去出たことがない問題なんかについても入っていたりしますからまさにこの1冊をやり込めば合格ができるそういうふうなですね講座になっているということでありますま。これは私の信念でもありましてやっぱり受験生としてはですね これでいけるかなとこれだけで足りるんだろうかもっと問題をやった方がいいんじゃないかこういうふうなまとめ教材も手を出した方がいいんじゃないかっていうふうな、まあ、そういうふうな悩みいうのがどうしても出てきてしまうこれはもう受験生としては当然の悩みかなという,ふうに思うんですが私自身はそういうふうな悩みというのを受験生にはもっとほしくないんですね必ずも受験生に対してはこれ,これをやってくださいというものを明確に指摘したいこれ以外はやらなくていいというふうなことは絶対に言いたい。 あとはもう受験生の方としてはこれやりきれるかなという不安だけこれができるだろうかという不安だけは持ってほしいというだけですこれをやりきれるかなというふうには思ってほしいと思いますけどもこれもやった方がいいかなという,ふうな悩みは絶対持ってほしくないそういう,ふうな観点からですねこういうふうな教材を採用したということですなので1冊というのがとても重たく作られてはいるんですが逆に言えばですねこれさえやれば絶対に大丈夫これさえ回転すれば絶対に大丈夫というふうなものにしているのでですね ちょ,っとちょっとその辺の過去問やったりテキストやったりって往復で失敗したなというふうな方なんかについてはぜひおすすめのテキストと講座になっているという,ふうに思いますのでぜひご検討いただければという,ふうに思います終わります。